頭痛いですよね。ずっとさっきからやめてほしいですね。低気圧ですかね。朝でも雨が続いてますね。はい、ということでこんばんは。明日は新春公演です。めちゃくちゃ心配なんですけど大丈夫ですかね。マジで大丈夫ですかね。なんか音沙汰がない。いや音沙汰がないは持ってるけど、まあいいや。こんばんは、明けましておめでとうございます。そんな感じで1月1日なんだってさ。今日もう、まあ、年明け配信したのでそれをね見てくださってる方、見てくださった方っていうのはいらっしゃると思うんですけど、そんな1月1日でございます。なんか新年一発目からあまりにも生きた心地がしないな。痛くて外も出てない、外出てないんすよ。どうしよう、明日の新春公演でさ年末年始の思い出がある人って言われて手あげらんねえよ。なんもねえもんだって。言われるんだ。え、年越しそばは？いや食べてないですね。お餅食べた？いやおせちは？実家帰った？いや。そう、ちょっと待って。2リットルのペットボトルが横移動する姿しか見せてないよ。なんもないって。寝正月でもないしな、別に寝てるわけでもないしな。そう、困ったもんじゃ。本当にいつも通りの、いつも通りというかいつもよりもな、なんだろう、虚無正月をやりましたね。何も今日初夢を見てどうなるか。ちなみに年越しというか年越しは配信してたけど、朝何の夢見ましたかって言われたら、私なんかメンバーみんなでご飯を食べに行って大量にサラダを食べるっていう夢を見ました。初夢ではない、初夢は今日の夜の話なので。よいしょ。いやだから初詣も行ってないですよ。でも正月っぽいことマジでゼロだって言ってるじゃないですか。
しいって言うなら紅白ぐらい。紅白を見てた。ショールームもさ、いやまあそりゃ年越し配信はイレギュラーかもしれないけど、私からしたらやってること自体は変わらないからな。配信をするっていうことだから。しかもね、中身が配信をしながら夢と電話するっていう。だからあまりにもお正月感はゼロでございます。まあ別にそれがどうってわけじゃなくて、事実、事実です。マジでね、うち、そう、そうだね。お正月ってなんだっけ。お正月ってなんだっけ。あれ何するもんだったっけ。みかん食べるのいいね。いやみかんダメだわ。よいしょ。私今日何してましたかって言われたら、水道水をペットボトルについてましたっていうことしかないかもしれない。水の経費削減をしてました。そう、お水代高いから、だから水道水のお水を飲んでます。今日はマジで一歩も外に出てないんですよ、ガチで。だから雪降ってたこと、雪降ってたのか降ってないのかすらも知らん。外は真っ暗。新潟は日の光が入ってこない。ああ、外に出てないからこんなテンションなのか。ちゃんと外に出て日の光を浴びるべきでしたね。いや、日の光はないのか。そう、結局人間日の光を浴びるのが一番大事なんですよ。まあ、葉緑体はないですけど。また明日から休みがない。生活が始まるのですが、
しょうがない。あのマジゼロで休みのなしね。このあと夜風にでも当たってこようかな。いや早く寝たい、寝たいっつうか明日の準備がしなきゃいけないんですけど。あ、何そんな寒いの今新潟。大丈夫、3度ある。適当なこと言っちゃった。湿度 22%。 乾燥しすぎじゃね。え、何今そんな風強いの？風そんな強いの？ちょっと分かんないわ。ギフトありがとうございます。風強いの勘弁してほしいよね。明日の新春公演は福袋の特典なので、多分 DMM の生配信はないんですよ。その代わりアーカイブはあるんじゃなかったっけ。アーカイブ配信はあったっけ。どうだったっけ。アーカイブはある。生配信がないんじゃなかったっけ。今年がどうなのか分かんないけど、まあそんなわけなんですよ。だから当たった方はおめでとうっていう、そういうやつです。今んとこアナウンスなし。あ、マジ。へえ。まあ毎年例年通りだったらアーカイブあるけど、まあ明日本番カメラがあるかないかで分かりますね。あ、5日からアーカイブ。そうなの。ちょっと分かんない。何が正確な情報が分かんないけど、毎年生配信はないので、明日ですね、公演が。明日がマジで不安なんですけど。何も見通しが立ってないんだよね、私の中で。心配。あ、633日連続配信になりました。あ、そう、公式サイトのメンバーのなんか年賀状じゃないわ、なんか色紙、私絵描いたの。まあよかったら更新してみてあげてね。虎さん描きました。虎じゃないな、虎の擬人化みたいなの描きました。
よかったら見てね。ということで、2022年はツイッターにも書きましたけど、なんか好きなものとか好きなこととかを好きで居続けられるように、守っていけるように、そんな暖かい年にできたらいいなと思っています。すごい抽象的だけど、なんかしっくりきたので書かせていただきました。去年は自分磨きを第一目的、目標に挙げてたんだけど、今年は好きなものを大切に、好きなものを守っていく、そういう年にできたらいいなって思っています。プライベートもお仕事でも、そう、自分の好きな文化とかをちゃんと、そのなんだろう、プライベートのなんだろう、オタク的思考、オタク、私が好きなものたちにちゃんと変わらないまま、お仕事では同じですね。それをちょっと第一に、第一にというか念頭に置いて今年はやってみようかなって思っています。まあこういう職業やってる以上、なんか常々目標みたいなものを語ること多いんですけど、新年はそんな感じ。どうせすぐお披露目4周年が来るので早いもので、ね、小学2周年みたいなのもあるからね。1周年かこの前で、昇格から1年、2周年目、2年目になるみたいな、いろいろありますから。そんな感じで、でまあお正月の最優先事項として、ミニイベントのタイミングで、書こうと思うので、それもまた1月3日かな、早くて。明日は多分そんな余裕ないので、グループおしゃべり会がどっかにあるから、何時だったっけ、昼とかだったっけ。4日は無理ですね。こうなんかあっという間に歌唱力起床、起床だって、歌唱力来るわ、やば何もあれです。自信がないです、何にもカニにも。よし、ということでありがとうございました。また明日お会いしましょう。新春公演は多分さすがに夜配信できると思うので、頑張ります。それじゃあ私は明日が不安すぎるので頑張ります誕生日ます、13位マスルデスさん、12位サトシオンさん、11位ケイさん、10位ゾーンさん、9位タロウさん、8位突破球さん、7位、高尾ちゃんさん、6位ベロさん、5位ヒヨリゲタさん、4位新潟カズさん、3位イチタさん、2位ヒロシさん、1位ヨシさん、ありがとうございます。ということで、今日も一日お疲れ様でした。また明日、おやすみ村、今年もよろしくね、バイバーイ。